こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。着物ってこの季節にはこれが必要とか、季節によっていろんなものを揃えないといけないから大変だなというふうに思っている方いらっしゃいませんか？今日は季節の楽しみということについてお話をしていきたいと思います。着物を着ながら今日はねお話ししていきますね。今は9月ですよね。9月は一重の着物を着ます。今日私が着ている着物は一重の着物になりますが、ただ9月の前半はまだまだ暑くて、私は麻の着物を着てみたりとか、色が濃い麻の着物を着てみたりとか、それから浴衣に襟をつけてきたりとか、私は洗える上質の小紋っていうすごいお気に入りの着物があって、そのお着物はね夏も着られるんですけれども、その着物を着たり、赤七縮を着たりとか、もうほんと夏の延長線上というので9月の前半は過ごしています。で今もう中旬超えてきましたけれども、やっと気温が下がってきて、あぼちぼち一重着ようかなってやっと思えるようになりました。先ほど季節によっていろいろ揃えなくちゃいけないから大変だなってとか、どうしようかな、揃えるの大変だなって思っている方ということでね、今ちょっと呼びかけさせていただいたんですけれども、私この一重の着物大好きで、この着物を着ることができる季節が巡ってくるというのが毎回楽しみです。それはこのね一重で言うとこの着物だし、合わせで言うともうすごいお気に入りの着物があって。もちろん毎年ね気分によってこの着物が好きとか、この着物よく着るなとか、袖を通すなとか、今年あんまり着なかったなっていうふうに思う着物もありますが、やっぱりこの着物着たかったのよとか、今着物のお話ししましたけれども、この帯締めたかったのよみたいな帯ってやっぱりあるわけですよね。なので季節によっていろいろ揃えなくちゃ大変っていうふうに思ってらっしゃる方もねきっとおられることと思いますが、好きなものをちょっとずつちょっとずつ集めていくうちに、あこの季節が来るのが楽しみだなとか、またこれをまとえる季節が来たんだなっていうので、すごく実はね楽しみになります。もちろんもう夏が終わっちゃって、夏の大好きな着物が着れないとか、もう着れない季節になっちゃったっていうのは、寂しく感じる部分もあるはあるんですけれども、それよりも一旦さよならしていたまた着物あるいは帯にまた身にまとうことができるというのは、季節の楽しみの一つではないかなと思います。季節の楽しみっていうとどの柄が、今の時期みたいなことでね話が終始してしまうことが多いんですけれども、私の場合は、柄の着物がねそんなに多くないっていうこともあるんですけれども、やっぱり一重だとこの着物袖を通す機会が巡ってくると、やっぱりこの着物好きだなって。もうね、この着物を作ってどのくらい経ちますかね、何年か経つんですけれども、毎年感じることができる、大好きな着物です。皆さんもそれぞれの季節1枚あるいは帯1本、これすごく好きだなっていうものが、手元に来たらきっと私のこの感覚、共感してくださるんじゃないかなと思うんですけれども、着物が巡る楽しみというのをぜひ、着物お洋服でも同じじゃないかなと思います。このコートすごい好きでコートが着られる季節が楽しみだとか、このワンピースすごく好きで夏が来るのが楽しみだっていうのと同じだと思うんですよね。ぜひちょっといろいろ大変だなとか面倒くさいなって思う気持ちももちろんわかるんですけれども、この季節が巡る楽しみというのも、巡ってくる楽しみというのもぜひ、お着物好きの皆さんはご理解いただけるんじゃないかなと思いますが、そういう観点で着物を楽しんでいただければなと思います。本日のお話が面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。